神対応、2セレブも虜になったようだ。ドジャース大谷翔平投手に対面したハリウッド俳優が、その舞台裏を明かした。彼は本当に親切で、礼儀正しくて、心よく応じてくれたと人間性に感動しながら、さらに驚きの振る舞いがあったという。実際の様子、大谷翔平とハリウッド俳優のツーショット、虜、なったローは満面の笑み。今年5月、 映画アウトサイダーやテレビドラマザ・ホワイトハウスに出演している俳優で映画監督のロブロー氏が自身のインスタグラムを更新ユニフォーム姿の大谷とのツーショット写真を公開した MLB 公式のマイケル・クレア記者はローにインタビューを実施当時の内幕に迫った今年翔平大谷に会いましたよねあなたもスターでハリウッドで長い間活躍していますが彼に会ってうっとり という感じでしたかと質問を投げかけると、ローは100%そうだった。ロッカールームに入ったら、誰もいなくて彼一人だけだったんだ。うわ、大谷が一人でいる。挨拶しないと、と思って、肩を軽く叩いて自己紹介して、大ファンです、と伝えて、セルフィーを撮ってもいいかと尋ねたよ。彼は本当に親切で、礼儀正しくて、 心よく応じてくれたと初対面の思い出を口にした。でも、興味深かったのはここからなんだ。彼の人柄をよく表していると思うと、さらに驚かされる事態が待っていた。彼はその時、上はユニフォーム、下はスウェットのショートパンツを履いて座っていた。だから彼は立ち上がって、上半身だけをフレームに入れてセルフィーを撮ると思ったんだとローは語る。 他のスーパースターでこんなことをする人は思いつかない。でも、そうじゃなかったんだよ。彼はユニフォームに完全に着替えてくれた。靴下、ズボン、ベルトまで全部にて、ロッカールームの反対側まで新しいキャップを取りに行ってねと撮影の裏側を明かした。大家の神対応はなぜ生まれたか。ロウは自分なりに分析した。これはいくつかのことを示していると思う。 細部にまで気を配ること、敬意を表すること、そしてコミットメント。そしてドジャースの一員であることを大切にしている。彼は巨額の契約を結んで、自分のお金でやりたいことを何でもできる立場なのにね。しかも、これだけで終わらなかった。あと一つ素晴らしいと思ったことは、写真を撮った後にドジャースのスタッフが、翔平がこの写真を投稿してもいいかあなたに確認したがっている。 とと言ってきたことだ本当に他のスーパースターでこんなことをする人は思いつかない彼以外で一人でも名前を挙げてみてくれスポーツ史上最高額の契約を結んでも歴史に残る活躍を残してもおごることなく謙虚な姿勢を続ける大谷フィールド上のプレーにとどまらない優れた人間性もまた大谷を大谷たら占めているのかもしれない